10月の阪神競馬場では、オークランドレーシングクラブトロフィーというレースが、準メインで開催される。そのオークランドレーシングクラブは、オークランド郊外の国道1号線沿いのエラズリー競馬場にある。今晩の宿であるホリデーイン、オークランド、エアポートからも、車で10分ほどでアクセスが、よく、宿にいる前に立ち寄ることにした。それにしても、片道11時間以上かけて、ニュージーランドに来たハイが、行ったところはカジノに競馬場だけというのは、よっぽどのもの好きだと我がながら感心する。さて、そのエラズリー競馬場は、結構な街中にありながら駐車場しろは無料。有料スタンドにいらなければ、入場料もタダということで、日本ならお金のないギャンブラーのたまり場になってもおかしくないが、入場者は割とおしゃれしている人が、多く、さすが英国直系の競馬文化が、根付いているなと思った。で、有料スタンドは、アスコット、スタンド、と、名付けられ入場料は10ドル。最上階にある、アスコット、スタンド、エリアに、いると、ドレッシーに着飾った女性が、多く、大概はカップルかグループで、来ている模様。その人たちがスパークリングワインや、赤ワインのグラスを片手に、オードブルをつまみながら競馬観戦を、楽しむといった感じで、モロブルジュアな雰囲気である。私もジャケットを羽織っていったので、格好としては浮かなくて済んだが、日本の指定席みたいな感覚で、行ったら相当違和感があったと思う。さて、屋外の有料エリア専用スタンドに出て第1レースを観戦。3ドルで公式プログラムを購入したが、例によってなかなか読み解くことができない。それならレーティングが一番上の馬の副賞を買ってみるべということで、トップハンデ 59kg を承知で、版のトップシークレッツの馬券を10ドル購入。ちなみに当地でも馬券はマークシートで購入するわけだが、単勝、副賞のマークシートはマークの仕方がわかりやすくおすすめである。馬券の方は感熱紙のレシートみたいな感じで、日本のように香味がなくペラペラである。鉄道の切符で例えるなら、当地のものは車内補充券、日本のものは券売機で買った切符といえば、わかりやすい。で、レースの方はゴール手前で、差し馬が殺到。2、3番手を走っていた、馬はゴール直前で、他の馬に刺されて4騎だった。続く第2レースの発走は30分後。ターフビジョンではレースの合間に、ウェリントン競馬場やオマルー競馬場の、レース中継を放送している。タバ開催の馬券もここで、買えるが、私は当地のレースに集中したいので、タバのレースまでは手を出さなかった。ぼんやりとターフビジョンでレースの模様を見ていると、万栄競馬のように騎手がソリに乗ってムチを振るっている。いやよく見ると、ソリではなく、車輪がついている。なんだこのレースは？後で調べてみたらつなぎが速部競争。英語だと、HARNESS、RACING、という競馬で、ニュージーランドでは割と一般的なレース形態とのことだった。今日の開催は、南東のオマルー競馬場だが、エラズリー競馬場から1キロほど、西にあるアレクサンドラ、パークでの、開催もあるとのこと。日本でも昭和40年頃までは開催されていたというから、オールドファンならば、中京競馬場で、見たよ、という人もいるはずである。さて、第2レースも外れ。どう買ったらいいものか、と、思案していると、今日ホテルでもらった新聞が、目に留まった。ひょっとすると、と思い、ページ送っていたらありました、競馬欄が。早速第3レースに出走する馬名を、探すと、日本のように馬中が、乗っているわけではない、4頭を、発見。次のレースは、その4頭の副賞を10ドルずつ購入した、うち1頭はマークシートの、塗り間違いで単幅馬券を、買ってしまったが、結果は、購入した1頭のうち、剣道化合が、1機になり、かなりがみりながらもなんとか、的中。このままずるずると続けていても、成果は出そうもないので、早々に退散することに、決めた。それでもパドックだけでも写真を、撮ろうと思い、第4レースの出走馬が、出てくるのを待った。映そうとした林の中を、13頭の出走馬が、姿を現した。しばらくぼーっと見ていたが、馬を引く馬や無縁に若い女性が、
多いのに気づいた。アップで写真を撮っていると、バン、バン、バンの馬やムインが、私好みだった。それならと思い、その3頭のうちで最も、人気のある1頭の副賞を、買ってみた。結果は、テイクチャージ号が、2期に入り、17ドルの儲けが出た。よっしゃ、もう1レース買ってしまえ、ずるずると馬券を買うのは良くないと、分かっていながら、第5レースの馬券も買ってみることにした。今度は九段の長官を、参考に、パースエイシブ号の、タンクク馬券、日本でいうところの、頑張れ馬券、を購入した。結果は、やはりというか大きく外れた。まあこれで心置きなく競馬場を、去ることができたので幸運だったのかも。